田沼武義は日本の写真家。君党は文化勲章。東京工芸大学名誉教授、文化功労者、一般社団法人日本写真著作権協会会長。3ニュースフォトス、3通信社での勤務を経て、フリーランスとなり、東京工芸大学芸術学部教授、社団法人日本写真家協会会長などを歴任した。東京府出身の写真家である。 サンニュースフォトスに入社するも、倒産に伴いサン通信社に移籍し、その後フリーランスとなった。主に世界の現状、子供たちの姿を撮影する。なお、芸術新庄やアメリカ赤十字社においては食卓として活動し、ライフでは契約写真家として活動した。また、石井明、三木厚、サンホリケヨシラと共に集団フォトを結成した。その他、 東京工芸大学で教鞭を取るとともに、1995年から2015年にかけて日本写真家協会の会長を務めた。写真分野としては、史上初めてとなる文化勲章を受賞した。東京府東京市出身。東京都立江北中学校を経て、1949年に東京写真工業専門学校を卒業。サンニュースフォトスに入社。 入社後は木村伊兵に指示。1950年に日本写真家協会の設立に参加。1951年芸術新調嘱宅写真家。1953年に三通信社移籍。1959年にフリーランスとなる。1965年から世界の子供たちの姿を撮影し始め、120。 各国を超える国と地域を訪問。1974年5月31日、師匠であった木村伊兵衛が死去。この際、木村のデスマスクを撮影した。1984年から2014年まで、黒柳徹子のユニセフ親善大使就任後の親善訪問に毎回同行し子供たちの姿を撮影している。 1990年には長年の功績が認められ、四十号賞を受賞。1994年、東京工芸大学芸術学部写真学科教授に就任。1995年に第五大日本写真家協会会長に就任。2003年には文化功労者。2019年には文化勲章。九条の会参加の マスコミ球場の会呼びかけ人を務めている。2019年12月、70年にわたる写真家活動と写真界への多大な貢献を理由に、朝日新聞が授与する朝日賞特別賞を受賞している。田沼は、一般財団法人、日本フォートジャーナリズム協会の評議員も務めている。なお、この団体は、性暴行事件を引き起こした広川隆一が、 その犯罪行為が報じられる前月に立ち上げた団体である。広川が代表を務めていたデイズジャパンは被害女性から損害賠償を求められていたが、広川は賠償には応じられないとして破産手続きを開始している。田沼はデイズジャパン社の賛同人にも名を連ねている。広川による暴行事件の被害者の一部は日本フォートジャーナリズム協会について、 広川が問題発覚後もジャーナリストとしての影響力を確保するために設立した団体とみなしている。一方、田沼は取材に対して団体は広川さんとは一切関係ありません。彼個人の問題とジャーナリズムの問題とは一緒にしないでほしいと強調している。この態度に被害女性の一人は今のメンバーに法的な責任はないかもしれません。でも、 被害者の声を全く顧り見ないということで、いいのでしょうかと憤りを見せている。2011年8月12日、鬼海披露写真展、東京ポートレートのレセプションにて、ありがとうございます。